ジャッジ、エドワード・アーネスト・ラインホルドは、アメリカ合衆国デラウェア州生まれの俳優、声優。デラウェア州ウィルミントンに生まれる。ジャッジのあだ名は弁護士の父親がつけたもの。あとに、一家は、バージニア州を経て、フロリダ州へ移る。高校を卒業後、カリフォルニア州の芸術大学へ進学。そこで演技を学び、バートレーノルズらと一緒の舞台も経験。 役者として、初めての仕事は、歌手であるパッド・ベネターのミュージックビデオ。その後、1979年には、映画界にも進出して、初体験、リッジモント杯では、ーン音編、フィービー・ケイツラと共演を果たす。日本でもアクションコメディ映画、ビバリー・ヒルズ・コップにおいて、エディ・マーフィ演じるアクセル・ケイジの相棒をビリーとして、知られている。 同映画には全シリーズに出演しているほか、ジョーダンテ監督、ザック、ギャリガン主演の、グレムリンなどにも顔を見せている。1985年に結婚しているが、翌年に離婚。その後2000年に再婚している。2016年、ダラスラブフィールド空港にて、職員に暴行した容疑で逮捕される。ありがとうございます。